はい皆さんお疲れ様ですこまめですえーとですね今日ですねあのコーヒーを飲みながらですねあのパソコンでまあ、5チャンネルを覗いてたんですけどもまあなんかケンタッキーの記事があったんでですねちょっと読んでたんですけどもまああの記事の内容としてはですねあのー、まあ ケンタッキーの肉が少なかったっていうのでちょっと不満の声だったんですけども、まあ、その画像がですねなんかすごく面白かったんで,でちょっとコーヒーをもう吹いてしまってですねちょっとパソコンのキーボードを汚してしまうようなことになってしまいましたなのでちょっとその話をですねしてみたいと思いますで記事の本題としてはですねあの、まあ、ケンタッキーの肉がですね、まあ、多かったり少なかったりするんで、まあ、不公平だっていうやつなんですけどもあの、まあ、皆さんご存知の通りですね あのケンタッキー、あのいくつかこの部位によって種類が違います、で多分このドラムの部分ですかね、この部分がちょっと肉が少ないんじゃないかっていうようなクレームだったと思うんですけども、まあ、これもですね結構人それぞれ好き好きで、ですねあの、まあ、これがいいっていう人もいますし、まあそうですね、私なんかはですねこのリブがいいなとあの、あばらの部分が一番この好きだなと思いますね、やっぱりあの、まあ、胸肉でちょっとパサパサしている部分はあるんですけども、 まあ、しっかり上げてあるんでですね。まあ、それはそれで美味しいかなと思います。で、まあ、あの、記事の中でですね、あの、記事というかですね、まあ、スレッドのあの、書き込みの中で、まあ、結構ですね、賛否両論いろいろあったんですけども、まあ、どこがいいとかですね、いうのが、中で話進んでいく中で、これずっと見てったらですね、ちょっと面白かったのが、これです。 最後にですね、ヘッドって出てくるんです。で、こんなの見たことないぞと思ったんですけども、これがちょっとですね、今見た瞬間吹いてしまいました。で、これちょっとですね、ネタなのか何なのかわからないですけども、まあ綺麗に上がってるとこを見るとですね、もしかしたら何かの間違いで上がってきたのかもしれないですし、まあちょっとその辺ははっきりとは。 まあ、分からなかったんですけども、まあ、通常ですねあのこんなものが出てくるっていうことはないんでその辺は心配ないと思うんですけども、まあ、ケンタッキですねあのー、この部位をくださいっていう例えばまあドラムをくださいなんていうのはちょっとできないみたいなんですけども、まあ、例えばあのーまあ、キールこれ以外をくださいっていう注文の仕方ならですねあのー、いろいろできるみたいですあと、まあ、面白いのがですね結構あの昔からやられてるんですけどもあのー いろんな部位というかですね。まあ部位をすべて、もうちょっと多分部位があったと思うんですけども、部位をすべて集めてですね、あの、一体の鳥をこう作り上げるみたいなやつもあったんですけども、もうちょっとですね、それの進化系が今回ありまして、それがですね、これです。もう2回目吹いてしまいました。これすごいですよね。あの、多分まあこのスレを見て多分作ったんじゃないかなと思うんですけども、ま、あ これなかなか作った人はセンスあるなと思いました。かっこいいですよね、こんな鳥がいたらですね。もはや組み合わせてるけど鳥じゃないですからね。あのもう本当あの、これ以上のことはないで、ちょっともう吹いてしまったっていう話だけだったんですけども、まあ、クリスマス前なんでですね、あのまあ、クリスマスにケンタッキーいかがですかというところで、まあ、こういった話題を挙げてみました。ご視聴ありがとうございました。